ワールドクラブチャンピオンフットボール。ワールドクラブチャンピオンフットボール。ワールドクラブチャンピオンフットボールは、セガインタラクティブが発売した、トレーディングカードアーケードゲーム。ヨーロッパのサッカーリーグを題材にしたゲームである。公式サイトによるとジャンルは、スポーツカードゲームとされている。略称、WCC 会。アーケードゲームにトレーディングカードゲームの要素を、組み合わせた。 新感覚ゲームとして登場した。最初にスターターパックと呼ばれるカードセットを購入し、ゲームを開始。プレイの度にランダムで1枚ずつ新しい選手カードが入手でき、また、それらのカードを他のプレイヤーと交換することもできる。そのため、ゲーム以上にカード収集を楽しんだり、コミュニケーションを楽しむユーザーも多い。トレーディングカードアーケードゲームの先駆けとして登場し、 この作品のヒットをきっかけにして、現在は様々なカードゲームがゲームセンターで楽しめるようになった。トレーディングカードアーケードゲームというジャンルの流星はソーシャルゲームにも引き継がれ、拡散性ミリオンアーサーのプロデューサーの一人である安藤武宏は、ここ10年のアーケードゲームや現在携帯電話を設計中のカードバトル系ゲームの詩はセガのアーケードゲームであるダービーオーナーズクラブ。 ワールドクラブチャンピオンフットボール、高中王者、虫キング、三国主対戦で、これらがなければ、市場の様相は変わっていたんじゃないかと語っている。実際のサッカーと同じ11人分の選手カード、控えを合わせれば、16人を自由に組み合わせて、チームを作る。それをフィールドを模した筐体の上に自由に配置し、試合展開に合わせて、 選手カードを移動することで試合が進行する。このフィールド型の入力デバイスが本作品最大の特徴である。また、2008から2009バージョン、2009年11月12日稼働では全国ネットワーク対戦が実装され、全国のプレイヤーとの対戦が可能になった。2010から2011バージョンではアジア諸国での稼働が順次開始されている。 なお、基本プレイ料金は1クレジット、1試合200円、3クレジット500円。他のアーケードゲーム同様、稼働期間が長くなると、クレジットサービス等を行い事実上の値下げを行う、店舗も多い。カードは1試合、1クレジット終了後に1枚払い出される。また、現在は1クレジット終了後にクレジットを消化して、最大2枚追加の払い出しができる。 2004から2005バージョン以前のシリーズに関しては2017年3月31日をもって修理サポートが終了した。2008年以降に発売された 8P メイン筐体並びに 4P メイン筐体のメイン DLP プロジェクターは 8P メイン筐体が三菱電機製と東芝製の2種があり 4P メイン筐体は三菱電機製のみを採用している。 8P メイン筐体用メイン DLP プロジェクターの修理サポートは、三菱電機製が2016年9月30日をもって、東芝製が同年12月31日をもってそれぞれサポートを終了したほか、4P メイン筐体用メイン DLP プロジェクターの修理サポートも2018年4月30日をもって終わりする予定、対象外の筐体もある。 サポート終了後は代替品としてミニメインキャビネットを用意するとしている。現在稼働中の2017から2018バージョンに基づいて解説する。ゲームはまず、チームマネージメントと呼ばれる試合前の準備を行い、試合に向かう。時間はプレイするモードや試合展開等にもよるが、チームマネージメントは約2分程度、試合は約5分程度となっている。 チームマネージメントでは以下のことを行い、チーム力の向上や選手のマネージメントを図ることができる。1回の育成パートに与えられた行動回数はチーム練習及び休養が最大1回、選手個人のマネージメントが最大3回、各種育成アイテム仕様で1回である。これ以外にもチームや選手の状態に応じて様々なイベントが起こる。その中には、 チームの成長の上で重要なものもあるため、育成パートの開始直後のイベント通知を見逃さないようにしたい。また、キャプテンセットプレイのキッカーの指名、背番号の変更、チームや監督、プレイヤーのデータ確認や登録選手の変更、クラブハウスで選手たちが着る、ジャージ、監督称号、スタジアムの横断幕の設定もこのパートで行うことができる。 基本的には行動回数にカウントされず好きな時に設定等ができるが育成パート終了の時間が迫っている場合には選択でないものもある。試合は基本的に自動で進む。プレイヤーは監督となり戦術ボタンを使用しチームに指示を出す。シュートは自動で打たないため点を取るにはシュートボタンを押す必要がある。また、 ゴールキーパーを飛び出させたいときは、ゴールキーパーボタンを長押しする。試合時間が短い上、プレイヤーが意図的にボールをアウトすることができないため、交代をする際は早めに選手を入れ替えておくことが重要となる。試合パート中は、画面左側には、チームの成長を示すパラメータと、現在の監督の指示を表す方向キーが表示されている。これらの表示が必要ない。 あるいはもっと広くフィールドを見たいと思った場合は、データボタンで消すことができる。画面右側には、自分と相手の選手配置がわかる、フィールド、現在設定している、チームスタイルチームの指揮ゲージ、勝利精神のグラフ表示されている。チームの指揮は、日々の練習で増減するほか、試合中にも、選手の活躍や、監督の采配により増減する。 チームの士気が高い方が選手たちの動きが良くなる。また試合、中式レージがマックスの状態でキープレイヤーボタンを長押しすると一定時間スペシャルコマンドを発動でき、チームスタイルのランク上昇や専用のスーパープレイを出すことができる。戦術の通り、本作品ではフィールド型デバイスに選手カードを置くことにより、その選手のゲーム上でのポジショニングを指定する。 これを最大11人分を行うことでチームのフォーメーションを決定する。ゴールキーパーに必ず1人配置されるため、残りの10人で実際のサッカーと同じ4から4から2、ディフェンダー4人、ミッドフィールダー4人、フォワード2人や4から3から3といったフォーメーションを組むことができる。選手配置にはかなりの自由度があり、ディフェンス4人を高い位置に上げてラインコントロールいったり、 ミッドフィールダーを中央に集めて、中央突破を図るなど、様々なフォーメーションを組む、そして試合中に修正することができる。なお、特定のエリアに、特定のポジションの選手を配置しなければならないということはなく、ディフェンスエリアに、フォワードの選手を配置することも、その逆も可能であり、フィールドプレイヤー全員が、ゴールキーパーという配置も可能である。また、 実際のサッカーではありえないようなフォーメーションを組むことも可能である。一例としてネットワーク対戦が可能になった2004から2005バージョンと2005から2006バージョンではディフェンスエリアにディフェンダーを3人ずつ2列計6人配置して守りを固める6バックが大流行しネットワーク大会では6から1から3や7から1から2といったフォーメーションばかりが見られた。 2006から2007バージョン以降では、このようなフォーメーションを組むと一種のペナルティとして、チームの士気が大幅に下がるようになった。2006から2007バージョンから採用されたシステムである。チームの1名をキープレイヤーとして設定し、その選手の配置等の条件を満たすと、チームスタイルが発動する。チームスタイルは、チーム全体の動きに影響するもの、例。 ミックスパスワークもあれば、キープレイヤー個人にのみ効果が限定されるもの、例、降臨もある。チームスタイルは、同じ選手でも、基本的にはカードごとに違うものが設定されているため、チームスタイルを優先し選手選考をすることで、パラメータの低いカードにも火が当たる、画期的なシステム出ると言える。2008から2009バージョンからは特定の選手をキープレイヤーに設定し、 さらに特殊能力等の条件を満たすと発動するレアチームスタイルが追加された。また2009から2010バージョンからは同じスキル名を持つ複数の選手の条件を満たし、そのうちの一人をキープレイヤーに設定すると発動するコンビネーションチームスタイルと特定の国籍を持つ16人のチームでチームグラフ等の条件を満たした上でキープレイヤーを設定しないことで発動する。 ナショナルチームスタイル、例、スペイン、無敵艦隊が追加された。ちなみに、AI の動きの差に起因した、いわゆる、勝ちやすい、チームスタイルが存在して、大流行を見せるのはいた仕方ない部分である。2006から2007バージョンの降臨や2008から2009バージョンのラインブレイクなどが、その代表例であり、有効と言われる、チームスタイルを持つ、過去のカードが、 ネットオークションで急騰した2004から2005バージョンの WD カイプジョルや2001から2002バージョンの BE ネスタなどこともある。2011から2012バージョンからはこれまで100近くあったチームスタイルがレアチームスタイルを除いて整理、統合され今までのほとんどの選手のチームスタイルが変更された。また攻撃、守備、補助の3カテゴリーに分類され それぞれのカテゴリーのチームスタイルを同時に発動させることが可能である。例えば、攻撃に、フィニッシュワーク、守備に、リトリート、補助に、フォアザチームというように、2015から2016バージョンでは、クラブチームスタイルと進化チームスタイルが登場した。過去のバージョンでは、センターモニターにて固定のスケジュールを見ながら希望の大会に出場するという形式だったが、 現在稼働中の2017から2018バージョンでは育成モードとしてすべて CPU 戦に適望の大会に出場する形式となった。このモードではプレイヤーの好きなタイミングで試合を始めることができる。大きくトーナメント戦とリーグ戦に分けられる。大会ごとにランクが設定されており、ランクごとに出場資格も一家に設定されている。ランク S レギュラーリーグプレミアディビジョンに所属。ランク A、レギュラーリーグファーストディビジョン以上に所属。ランク B、条件なし、オーシャンズカップ、ランク S のうちいずれかを優勝。参加後出場権は一旦消滅する。CPU の強さは、ランクに比例して、強くなっていく。オーシャンズカップでは過去バージョンのオールスターチーム、WCCF スターズが登場する。 トーナメント制二試合 H&A トーナメント制三試合リーグ制三試合トーナメント制三試合 H&A トーナメント制四試合リーグタイトルマッチ制四試合トーナメント制四試合 H&A トーナメント制五試合リーグトーナメント制五試合タイトルマッチ制一試合 下から、セカンドディビジョン、ファーストディビジョン、プレミアディビジョンの3部制。1シーズン7試合にて優勝、昇格、降格が決定する。チームのホームタウンによって、9つの地域リーグに分けられ、対戦する CPU チームも地域別に異なってくる。特定の試合ではミッションが発生し、クリアするとコンディションが上がるなどの効果がある。 プレミアディビジョンで6位以上の成績を収めると、チャレンジツアーの挑戦権を獲得できる。イギリス、スペイン、イタリア、ドイツ、ヨーロッパ、アメリカ、大陸、アフリカ、アジアの8つの地域から希望の遠征先を選択する。契約中のスポンサーによって選択可能な地域が増えることがある。チャレンジツアー中は、通常の練習がツアー交流戦に変化する。ツアー交流戦では、 チーム全体が大幅に成長するほか、勝利すると、進化チームスタイルを獲得できることがある。進化チームスタイルを獲得すると、チームスタイルに G の文字が付き、発動している選手の能力が向上したり、通常のチームスタイルより効果が上がるなどのメリットがある。試合では、各地域の競合クラスのチームとに連戦を行う。条件を満たしてに連勝すると、 各地域の最強クラスのチームと対戦することができる。2013から2014バージョンから導入された。このモードでは監督人気を減らさずに様々な大会がプレイできる。現在稼働中の2017から2018バージョンでは4つのモードがプレイできる。2016から2017バージョンから導入された。同じ店舗のプレイヤーと協力し、 毎週開催されているランキングにて、全国ナンバー1店舗を目指すモード。全国の店舗ベスト11との CPU 戦を行い、試合での獲得ポイントの合計で競う形式である。ユニオントロフィーをプレイすると WG と呼ばれるチーム強化費を獲得でき、WCC 会ネットで育成アイテムの購入やガチャで使用することができる。プレイした店舗が、 上位入賞等をすると獲得できる WG は増える。2008から2009バージョンから2013から2014バージョンまで開催されていたワールドトロフィーに代わり2015から2016バージョンより導入されたネットワーク対戦の大会。出場権はレギュラーリーグプレミアディビジョン所属で獲得できる。5つのクラスに分けられ1週間のランキングの 結果により昇格、残留、降格、CPU とのプレイオフ発生する。ローカルクラスのみ、CPU 戦のみで、それ以外のクラスはすべて対人戦となり、対戦相手が見つからない場合は、CPU とのフレンドリーマッチになる。どのクラスでも、規定の試合数ごとにアイテムを獲得することができる。ワールドクラス A で、ランキング1位を獲得すると、特殊称号。 グランドチャンピオンとレアアイテムが授与される。毎日4回、決まった時間に開催される店舗内大会。最大8チーム参加、レギュレーションは U-5R かつ、監督人気を1試合消化していれば参加可能。優勝すると、当日の4回目のユニバーサルカップ終了後に開催されるデータ対戦によるユニバーサルチャンピオンシップに自動的にエントリーされ、 優勝するとエリアチャンピオンシップにエントリーされる。詳細はデータ対戦の項目を参照。対戦申し込みにて他のプレイヤーとワンマッチができるモード。2004から2005バージョンから開始された全国からサーバー上に集まったクラブチームがネットワーク上で対戦するネットワーク大会。2005から2006バージョンにて一旦終了し、 2009から2010バージョンから大幅な進化を加え復活した。このコーデは現在稼働中の2017から2018バージョンのデータ対戦を解説する。前述の対戦モードのユニバーサルチャンピオンシップを優勝した店舗によって8つのエリアに分けられ、月曜から土曜まで行われるエリア大会エリアチャンピオンシップを戦い。 優勝すれば毎週日曜日に8つのエリアから60チームが集う全国大会ジャパンウィナーズチャンピオンシップに出場できる。2010から2011バージョンから台湾、香港、シンガポール、インドネシアのアジア諸国で展開されるのに伴い、アジア地域限定の大会アジアチャンピオンシップが新設され、さらにジャパンウィナーズチャンピオンシップとアジアチャンピオンシップの ベスト8以上のチームでデータ対戦世界一を決めるワールドウィナーズチャンピオンシップも開催されることになった。また、上記の大会とは別に2012から2013バージョンから100円を追加投入することでエントリーできるゴールデンチャンピオンシップが新設された。結果はエントリーの翌日に WCC 会ネットで確認でき上位入賞で育成アイテムを獲得できる。 毎週月曜日から土曜日まで各トーナメント128チームでのノックアウト方式で行われる。この大会に優勝すると日曜日に開催される全国大会ジャパンウィナーズチャンピオンシップの出場権を獲得できる。優勝者には特殊称号、将軍とレアアイテムが授与される。毎週日曜日に開催される A、P グループの16のグループに 各グループ4チームでのリーグ戦を行い、各リーグ1位のみが決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントでベスト8に進出、すなわち1回戦で勝利すると自動的にワールドウィナーズチャンピオンシップの出場権を獲得する。優勝者には特殊称号、王者とレアアイテムが授与される。 2010から2011バージョンにて新設されたアジア諸国の店舗シンガポール、台湾、インドネシア等でエントリーされたチームが集う大会ジャパンウィナーズチャンピオンシップと同じく日曜日に開催される日本と同じくアジア諸国の店舗のユニバーサルチャンピオンシップを優勝するとエントリーされる128チームのトーナメント戦ベスト8に進出すると 自動的にワールドウィナーズチャンピオンシップの出場権を獲得する。優勝者には特殊称号、アジア王者とレアアイテムが授与される。なお、大会の放映は日本では見ることができない。毎週日曜日に開催されるジャパンウィナーズチャンピオンシップとアジアウィナーズチャンピオンシップのベスト8以上のチーム K16 チームで争われる世界大会。 トーナメント方式で行われる。この大会で優勝すると特殊称号、世界王者と限定アイテムが授与される。データ対戦の大会の結果や、センターモニターでの放映予定は、公式ウェブサイトのランキングページにて確認できるほか、公式ツイッターでも、毎日19時頃にその日開催された大会の結果を確認するとが可能。02から03までのカード排出チームは、 イタリアのプロサッカーリーグセリエのみであったが、以降のバージョンアップでは登場するチームが増えていった。04から05では、イタリアだけでなく FA プレミアリーグ、リーガエスパニョーラエールディビジのクラブが追加され、プレイヤーのメンバー選考の幅が飛躍的に広がった。さらに05から06からは、リーグアンフランスと、ブンデスリーガ、06から07では登場チームが、欧州の枠を飛び越え、 ブラジルとアルゼンチンのクラブが追加された。さらに09から10ではポルトガルから FC ポルト、10から11ではチェスカモスクワがロシアサッカープレミアリーグから初の収録チームとなった。カード化される欧州クラブの基準の一つにそのシーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場があると考えられているが07から08にエールディビジで6位に終わったフェーエノールトが8から9 シーズンで引き続き収録された例もあり、判権契約の形態がチームやリーグによって様々であるという推測ができる。また、現役選手だけにとどまらず、過去の名選手がカード化されていることも本ゲームの特徴である。まだ現役を続けているスーパースターを絶頂期の能力でカード化したレジェンドカード、またカード化時点で、すでに現役を引退しているスーパースターをカード化した。 オールタイムレジェンドカードはトレーディングカードとしての人気も非常に高いものとなっている。さらに0級から10では元サッカー日本代表、日本代表のレジェンド、元日本代表のオールタイムレジェンド、そして2010年で活躍中の現役日本代表がそれぞれカード化された。10から11、11から12、そして12から13でも現役日本代表選手がカード化されている。 ゲームで使用するカードには、クラブチームカードと選手カードがある。筐体が設置されている場所付近にある自動販売機で、カードスリーブ30枚入り、スターターパック、選手カード11枚スリーブ11枚のセットが購入できる。11から12からは、アイメを別に購入する必要がある、バナパスポートカード、お財布形態でも可能。選手カードのサイズは、 一般的なサイズ、ベースボールカードなどでポピュラーな3.5インチ2.5インチや、それより小さい ISO、IEC7810 の ID-1 の 85.60mm53.98mm、mm、クレジットカード等より、長手方向が短い 81mm58mm、mm、で、ある。これは、朝日飲料、O、プラスの、 反則キャンペーンの中田秀俊カードを参考にしたものだが試作品で筐体サイズがあまりにも大きくなってしまったための苦肉の策であるとも言っている。セガインタラクティブは2015年7月16日に偽造選手カードによる不正プレイが行われていることを確認していることを明らかにした。通称監督カード。一つのクラブチームに一枚必要。 IC カードであり、監督の成績や能力、登録選手やその能力の一部が記録される。クラブチームカード1枚で100試合の監督人気がある。条件により延長イベントがある。監督人気が終了したカードに、新規のカードを重ねて筐体にセットすることで、監督能力や記録の継承が行える。11から12では、クラブチームカードから愛名データを移行することになり、 その役目を終える。選手カードは、イタリアのスポーツトレーディングカード企業である、パニーニッシャと提携し、パニーニッシャが権利を持つ選手写真を使用している。カードには、ポジションとオフェンス、ディフェンス、テクニック、パワー、スピード、スタミナの6項目の能力値と特殊能力、スキルが設定されており、これらで選手カードの能力、特徴が表現されていく。 また、簡単な選手紹介も表記されている。ただし、06から07バージョンで追加されたチームスタイルをはじめ、各選手には公表されていない様々な裏データが存在する。これらはすべて筐体に登録されており、カードを使用するときに筐体から呼び出す形のため、カードから直接データを読み取ることは不可能である。代表的な裏データとして、 選手の相性がある。これは、ある計算式で選手をカテゴライズし、各カテゴリーごとに選手関連形の上がりやすさを決めたものである。2016から2017バージョンからは、役割適正の項目が追加された。キャプテン適正、フリーキッカー適正、コーナーキッカー適正、PK 適正の4つで、BS のランクがある。カードのレアリティは3種類。 チームに含まれるカードの種類とその枚数によって決められたチームのカテゴリーをレギュレーションと呼ぶ。レギュレーションには以下の4種類がある。すべてレギュラーカードのみで構成されたチーム。俗に全子炉などとも呼ばれる。レギュラーカードにはいわゆる無名選手が収録されることが多いため、戦力としての制限が厳しい反面、勝った際の監督年俸が上がりやすく、負けても、 監督年俸の下がり幅が小さい。スペシャルカード、レアカードの合計枚数が、控えメンバーも含めて5枚以下。メンバー選考が、比較的自由に行える上、チームが財政難に陥る、財政難に陥ると監督年俸が10%、カットリスクも際。さらに、レギュラー、または U-5 でのみ、参加可能なネットワーク大会等がある。 レアカードの使用枚数が控えメンバーも含め5枚以下、スペシャルカードの使用枚数は自由。かなり自由にメンバー選考が行える。反面、財政難のリスクも大きい。レアカードが6枚以上のチーム。例えば16枚すべてをレアカードにするなども可能で、使用するカードの制限は一切ないが、チームが財政難に陥るリスクは非常に大きい。 2012年秋から開始された無料のデータ、管理サービス。アイメ、または、バナパスポートカードのカード番号、または、セガ ID を用い、お財布形態の場合は、ゲーム内で連動、QR コードやパスワードが呼び出せる、アイメに登録されたクラブと監督の過去30試合の、戦歴や能力、記録などを閲覧できる。また、簡単なプロフィールを作成して、 フレンドを作成したり、1日1回引けるビンゴボールをフレンドとシェアすることも可能。2013年春には、新コンテンツの協会がオープン。2012から2013バージョンの大会からは、U-5 に加え、新バージョンのカードを8枚以上使用しなければならない、レギュレーション、通称、U8 が導入されている。WCCF では2014年より、 ゲーム中に登場する女性秘書などを WCCF ガールとして一般から公募している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。